成田空港関西党選挙事件の現場成田空港関西党選挙事件とは1978年3月26日に発生した三立家芝山連合空港反対同盟を支援する審査翼党派が集団的実力闘争を行い開港間近の新東京国際空港に乱入して関西党の危機の破壊を行った事件であるこの事件により 新東京国際空港の開港が約2ヶ月遅れ同年5月20日となった。1976年に福田武雄内閣が成立。内政の最重要課題として成田開港に取り組むと表明し、1977年11月に開港予定日を1978年3月30日とした。それに対して反対同盟と支援グループは、 開港絶対阻止を掲げて政府への対決姿勢を示した。支援グループのうちの震災翼党派である第ン・インターは空港包囲、突入、選挙による開口阻止の計画を固めるとともに、福田政府ら倒をスローガンに掲げ、三立化を戦う青年学生共闘を結成。プロアオドーも三立化を戦う青年戦法隊、共産主義者同盟選挙派は、 老京都を組織し、1978年3月30日開校組織を企て取り組みを強めていった。1977年5月6日の岩山大鉄道抜き打ち撤去の講義として、空港9台5ゲート周辺で空港反対派と機動隊が大規模に衝突した5月8日の、いわゆる5.8闘争や、翌年2月の芝山町、 横堀地区のビニカス走路南端アプローチエリア予定地に航空妨害を目的に当時の金額で一億円をかけて建設した横堀要塞における路上線の前面に立っていく空港では内部への過激派侵入を防ぐため周囲を囲む高さ三メートルのネットフェンスと九カ所のゲートにより厳重に守られていた上全国から動員した一万四千人の機動隊及び 新東京国際空港公団が配置した警備員による警備体制を敷かれた。第四インターの三里塚現地闘争団の指導的幹部の一人だった渡田久美夫は、機動隊の主力を空港敷地外の要塞線などに分散させ、空港各所でのゲリラ及び大衆的な空港包囲、突入闘争と連動して、地下排水口から手薄になった空港敷地に潜入し、 管理棟に付属する管制党へと突入、これを選挙する作戦を立案する。第四にインターが立案した、この作戦に共産主義者同盟戦旗派と共産主義労働者党は呼びかけに応え、三詞共同の行動として空港突入が準備された。この三詞はヘルメットが共に赤色だったため、赤ヘル三詞とも呼ばれた。第四インターナショナルの赤ヘル3月25日夜、 赤ヘル三波から選抜された前田道彦行,行動隊長とする22人編成の行動隊が行動隊長はつた一宅を出発警戒にあたるヘリコプター監視塔からのサーチライトや機動隊の巡回検問をかいくぐって日機工事地区にあるマンホールから空港内へ通ずる排水口への侵入を図ったしかし全員が入りきる前に機動隊に発見され 7人が排水口に入れなかった。排水口侵入に成功した15人は空港内の地下で潜伏を続けた。同日、横堀を際においては、アドバルーンの不要や、鉄塔の構築などの挑発が行われた。3月26日朝、行動隊長の前田は中村に、作戦決行を告げる。同午前9時半、旧芝山町立菱田小学校にて、 赤ヘルサン波や黄色いヘルメットのブラック解放同盟の青年部隊役千人等を中心とする開校組織決戦空港包囲大行動総決起集会が開催された。同日正午から反対同盟主催の集会が三里塚第一公園で予定されていたことから他の震災翼党派などから分裂集会という批判も寄せられていたが反対同盟幹部やブラック 解放同盟中央統制委員長の米、田富などは批判を無視してこの空港突入総決起集会に参加した。なお、この時代表の戸村は三立下の戦いは今や闘争ではなく戦闘であると演説している。また、沖縄で CTS 建設反対運動を行っていた金腕を守る会も登壇して連帯の挨拶を行った。またこれとは別に、 前日から再び、横堀要塞に立てこもって、機動隊との攻防を開始する部隊もあった。正午、菱田小学校は土地を出た、開校組織決戦、空港包囲大行動総決期集会参加集団は、3集団に分かれる。三地図下闘争に連帯する会は、横堀要塞近くの横堀街道を目指して北上し、3月開校組織、労働者現地行動調整委員会は、 第5ゲート方向に精神した。東派を中心とした部隊は東側2 0トルほど、迂回して、横堀に配置されている機動隊を回避して後、精神して、第8ゲートから空港への突入を目指すルートを取った。横堀要塞周辺は、千葉県警察機動隊など、反対同盟主催の決起集会会場となっている三里塚、第一公園に近い空港西側は、 警視庁機動隊などが警備に当たり、関西島周辺などの空港中枢部は、九州間駆動員の福岡県警察などが警備に当たっていた。午後1時前には、横堀要塞近くで、旧菱田省を北上したデモ隊が、火炎瓶などで機動隊と衝突。同じ頃に、旧菱田省を精神した部隊によって、空港東側の航空法案協会研修センターや、 空港第5ゲートなども攻撃された。東方十字路周辺では剣道を封鎖するようにトラックを放置し、これに放火した。直後に集会から出撃した部隊とは別道の陽道部隊が火炎瓶と灰油入りのドラム缶を積載したトラック2台に分乗し、パトカーを火炎瓶などで追い立てる形で空港の北から南下した。トラックはパトカーに乗っていた警官からの拳銃射撃を 受けつつも、第9ゲートに逃げ込んだパトカーに続いて、空港内へ突入した。トラックは、空港内の道路を進み、さらに門扉を破壊して、管制塔のある管理ムネービルと、新東京国際空港警察署の敷地に突っ込み、陽動格乱のため空港所前で U ターンをしようとした。この時、 路上を炎上させる目的で搭載していた俳優が入ったドラム缶がうち一台の荷台で倒れ、これに火炎瓶の炎が燃え移った。荷台から火炎瓶を投げていた新山幸浦活動家が巻き込まれて、火だるまとなった。第8ゲート部隊も同時刻に突入予定であったが、ヘリコプターの追尾をかわしながら 10km を移動する中で遅れ、このタイミングには間に合わなかった。 行動隊が出現した現在の東成田駅出口付近。写真左奥では舞台となった旧館生塔に代わるランプセントラルタワーの建設が進められている。行動隊が侵入に使った排水口午後1時5分ごろ地下に潜伏していた行動隊が京成成田空港駅近くの排水口から空港内道路に入り出した。直後付近に行った数人の制服警官が 行動隊を発見する。警官は、出ろ、出ろ、と、行動隊に拳銃を向けて威嚇したものの、行動隊は退治を続けて、全員が入れる時間を稼いだ。その間、警官の後方に休憩とから突入したトラックへの対処に向かう機動隊の部隊が現れたが、行動隊が声を上げずに、その存在を警官に気づかせなかったため、警官は、 応援を呼ぶことができなかった。機動隊の一人が行動隊を見とがめて戸惑う素振りを見せたものの、舞台はそのまま走り去ってしまった。最後の一人がマンホールから出てきたところで、前田が、走れ、と叫び、行動隊は完成塔に向かって走り出した。ここで、警官は行動隊の意図に気づき、止まれ、止まらんと撃つぞ、と叫びながら追いかけたが、 発砲は一発もなかった。行動隊は威嚇をしながら警官らの追跡を逃れ、管理棟敷地内に駆け込むと金網の扉を閉めて、そこに火炎瓶を投げつけ、追いかけてくる警官を阻んだ。同じ頃、管理棟玄関前は、第9ゲート部隊のトラックの炎上と消火作業、逮捕活動によって混乱していた。行動隊はその隙をついて、焼け焦げて横たわる。 第9ゲート部隊の活動家を横目に見ながら消火活動のためにシャッターが開けられた玄関から管理棟へ侵入した。そこへ襲撃の様子を取材するために新聞記者が上から降りてきたためにエレベーターの扉が開いた。行動隊5人が殿となり管制棟1階で警官、機動隊と対峙して時間を稼ぐ中、残る10人が2階に分けてエレベーターに乗り込み、 途中でエレベーターを乗り継いで上層階へ向かった後、管制室につながる階段にまでたどり着いた。住人全員がエレベーターで上昇したのを見届けた殿の5人は警察に制圧された。この時、一人の警官が火炎瓶で火傷を負っている。管制塔15階へ登る階段の途中には施錠された鉄製の扉があり、行動隊はそこで阻まれた。 さらにその中で勤務していた航空管制官5人が椅子や机でバリケードを築いたため行動隊は開けろ、飛行車と叫んだが扉をこじ開けることができなかった。開花から機動隊が登ってくると行動隊は火炎瓶や手近にあった塗料が入ったバケツを下に向かって投げつけて防いだ。一方、管制室内では消火栓を開いても水がほとんど出てこなかったため、 開花の火災を消し止めることができず、室内には火災による煙が充満した。中にいた管制官は限界まで警察のヘリコプターへの管制を続けていたが、人質となって開口阻止の取引材料とされることを避けるため、非常用ハッチで屋上への脱出を始めた。午後1時20分、行動隊は14階マイクロ通信室の機器を破壊し、 ベランダを占拠して赤旗を垂らすなどした後、そこから上に伸びるパラボラアンテナの鉄骨を見つけて6人が、よじ登り、16階のテラスにたどり着いた。同じ頃、第8ゲート部隊が横堀要塞北側の昭王交差点で、要塞包囲の千葉県警察機動隊と衝突した。午後1時22分、16階に到達した行動隊は管制室の窓ガラスをバールで破壊し、 そこから屋上へ脱出した管制官と入れ替わるようにして室内に侵入した。なお、管制塔には行動隊が登ってくる前から、機動隊がいて、隊員7人が行動隊とほぼ同時にテラスに出た瞬間もあったが、それぞれ塔の反対側にいたため補足することができなかった。結局、14階と16階の間で入れ違いになって、機動隊員はそのまま降りてしまい、 行動隊の侵入を防ぐことができなかった。管制等の選挙に成功した行動隊は数日前から運用を始めたばかりの無線機器を、はじめ管制室内のあらゆる管制用機器をバールで破壊した。このため航空交通管制や飛行計画を送る無線設備などが作動不能となり、開港予定日までには到底修復し得ない状態となった。さらに、 備え付けの電話から、破壊行為をやめる、よう懇願する、空港関係者をからかったり、管制室にあった書類を割れた窓から外にばらまく、報道ヘリに V サインを見せつける、管制塔の窓に鎌と土マークや透明、スローガンを描く、破壊した機材や机、冷蔵庫をバリケードとして、階段通路に投げ込むなどした。その間に管制官らはヘリコプターで、管制塔屋上から脱出したが、 行動隊は人質を取ることを厳しく禁じられていたため、これを見逃した。なお、屋上に逃れた管制官らは、行動隊が登って来られないよう、はしごを引き上げた上屋上にあった鉄棒と身に、付けていたベルトでハッチを固定していた。第9ゲート突入と、管理無念ビル敷地内でのトラック炎上、続く行動隊の管制室選挙により、 管理棟に隣接する空港所内にあった警備本部がさんを乱して避難してしまった上反対派が妨害電波に乗せてピンクレディの曲を流したために警察無線は使えなくなり警備側の指揮系統は極度の混乱に陥った一方校内の様子はホテルに入った支援者から逐一無線で反対派に伝えられていた午後1時40分頃第8ゲート部隊も 昭和交差点から機動隊宿舎の横を抜けてゲートまで到着した。機動隊との数度の衝突の後に第8ゲート部隊は先頭に配置していたスクレーパーを装着した改造トラックでゲートを破壊、突破した。この部隊の本来の役割は完成党選挙のための要道であり、この時点ですでに完成党の選挙は成功していたが、指揮者からの突入の号令のもと、 第8ゲート部隊300人が空港の奥深くまで流れ込んだ。空港内の各所で火炎瓶が投げられ、これに対して機動隊の隊列に並んで、空港所の制服警官が拳銃を構えて応戦する事態となり、足に冗談を受けて負傷した活動家もいる。管理棟周辺での数十分の衝突の後、警察からの発砲が始まり、手持ちの火炎瓶も尽きてきたため、 反対派の大部隊の多くは第8ゲートから空港敷地外へ撤収した。夕方になって管制室の6人、14階の4人も逮捕された。高所にある管制室に対し、一般隊員のみでは侵入が困難であったことから、警視庁第7機動隊が転身し、レンジャー隊員が管制塔の外壁を登って突入した。管制室の行動隊員たちは、 窓を割り細類ガスを打ち込んで管制室に突入してきた機動隊員を前に全員で腕組みをし革命家インターナショナルを合唱しながら逮捕された。逮捕された行動隊は午後3時45分に機動隊に囲まれて管理棟から連れ出され待ち構えていた報道カメラに連行される姿を晒した。最終的に逮捕者は管制と突入部隊。 空港突入の大部隊、横堀要塞牢上部隊、空港周辺各所のゲリラ部隊など合わせて計168人に及んだ。第9ゲート部隊のトラックに乗っていた活動家の一人である山形大学生の新山幸男は二大炎上に巻き込まれて自らの服に引火して大やけどを負ったまま逮捕されたが同年6月13日に死亡する。また、 正午から三里塚第一公園で開かれていた反対同盟主催の決起集会には1万2000人が結集していた。2時過ぎには集会を打ち切り、集会参加者は機動隊などの規制を受けぬままデモ行進に出発する。反対同盟青年行動隊の一部がこの集会に参加していた中核派などの審査翼党派に空港に突入するよう要請したが聞き入れられず、 全体のデモ隊は空港の南北に分かれて空港フェンス沿いの枯れ草を放火しながら移動した。官政党選挙の法を受けて興奮した一部は集会を抜け出して現地に向かい空港内で機動隊と衝突して引き上げてきた部隊を出迎えた。内閣総理大臣福田赳夫はこの事態を残念し極と語り3月28日の 新東京国際空港関係閣僚会議で3月30日開港の延期が正式決定された。運輸大臣、福永健治が発表すると同時に、運輸省が新空港開港延期に関わるノータムを全世界の航空関係機関に発出した。事件により、日本国政府のメンツを完全に潰された格好になった。加藤武則国家公安委員長は、 残念の一言につきます。川上の和千葉県知事は、政治生命をかけていたのに、高橋敏夫運輸省航空局長は、こんなショックなことは、長い役人史上ありませんと、それぞれ悲痛な思いを語った。事件によって、空港建設で調達した負債による利息だけで1日4000万円を負担していた、空港公団だけでなく、航空関係の事業者や空港周辺に展開する。 ホテル群も多大な被害を被ることとなった。空港公団の用地交渉に応じ、移転に際して離納した元農民らも、空港ターミナルビルに、テナントとして入居した店舗の営業や警備業等の空港関連事業に、第二の働き口として転職した者が多く、成田空港開港の延期にその出花をくじかれた形となった。成田空港転業対策協議会事務局長は、 やっぱり5月開港に持ち越されるんですか。1日過ごすたび、喉元をぐっぐっと締め付けられる思いなのにと述べている。日本国政府は、この暴挙が単なる農民の反対運動とは異なる、異質の法と秩序の破壊、民主主義体制への挑戦であり、徹底的検挙、取り締まりのため頑固たる措置を取ると声明を出し、新東京国際空港の開港と、 安全確保対策要項を制定した。国会においても、衆参両院が過激派集団の空港所施設に対する破壊行動は、明らかに法治国家への挑戦であり、平和と民主主義の名において許し得ざる暴挙である。よって、政府は、毅然たる態度をもって、事態の収拾にあたり、再びかかる不祥事を引き起こさざるよう暴力排除に、 断固たる処置を取るとともに、地元住民の理解と協力を得る、要一段の努力を傾注すべきであるとする決議を、それぞれ全会一致、全党一致で採択し、新東京国際空港の安全確保に関する緊急処置法が議員立法により成立した。日本社会党、田谷誠稔書記長は、成田空港の管制塔に過激派が不法侵入したことは遺憾である。 しかしその責任は、住民の納得が得られないにもかかわらず、開港を強行しようとする、政府側にあると述べた。闘争初期に反対同盟と対立して、絶縁関係となっている、日本共産党は、偽、左翼集参の暴力的モ動を、我が党は強く求断する。これは偽、左翼暴力集団を泳がせ、政策を取り、 彼らに甘い態度をとってきた当局者の対応と決して無関係ではないとの初期局次長談話を発表し団結小屋の全面撤去とトロツキスト暴力集団の徹底取締まりを要求した。共産党の機関紙新聞赤旗では推理小説家小林久造がほとんどなすがままに暴力集団の侵入を許した警察の動きは 何だったのかと思わせぶりなコメントを寄せた。三理塚闘争から追放されていた角丸派は福田を追い落とすために仕組まれた自民党内部の構想を反映した警察の不作為の作為による陰謀事件と帰還し解放で論評した。当時角丸派との内下馬戦争を優先して集団戦ではなく主に空港施設へのゲリラを戦術にしていた中核派は この管制党選挙を当初は賞賛するが1980年代に入り三里塚闘争の方針をめぐって第四にインターとの対立を深めると管制党選挙は機動隊に追われ逃げ込んだ先にたまたま管理棟があっただけの偶然の産物と一転して否定的な評価を下すようになる事件当日は開校直前の施設を取材するために来ていた多数のマスメディアが 現場に降り、襲撃の様子は、全世界に発信された。フランスの、フィガロ紙は、空港反対の戦争、と報じ、イギリスの、ガーディアン紙は、世界で最も血ぬられたエアポート。こんな飛行場の開港を見届けたいと思っているのは、福田内閣だけではないだろうか、と日本の事態を揶揄した。トロツキストに否定的な立場のソ連国営放送も、 反対派と機動隊の衝突フィルムを放映して、日本の全員進歩勢力は成田空港建設に反対していると配信した。また、当時レバノンの PLO キャンプを取材していた、ジャーナリストの広川隆一は、完成党選挙の方を聞いた、パレスチナのゲリラ戦士たちが、歓喜の声と共に空に祝報を打ったことを、目撃している。 もっとも PLO 日本事務所は1978年4月に成田で起こっていることとパレスチナの問題は何らの関連も共通点もないとする声明を発表した。5月20日の出直し開港の日にも滑走路人民選挙をスローガンにした赤ヘルサンパを中心に空港周辺の各所で空港反対派が機動隊と衝突したが侵入を阻止され成田空港は開港した。 反対同盟は、100日戦闘宣言を発し、開港後もアドバルーンを上げたり、タイヤを燃やして、黒煙を上げるなどして、しばし航空ダイヤを乱す妨害活動を行った。その後も反対運動は継続し、成田空港は滑走路1本のみでの片配運用が、長らく続いたが、1990年代に入り、反対同盟厚田た派と政府側で、話し合いの機運が生まれ、 成田空港問題シンポジウム、円卓会議が開催された。反対同盟厚田派事務局長として、シンポジウム等を主導した石毛博道は、今までずっと力で押してきた国が、初めて大きな打撃を受け、力で押していくことを躊躇させる一つの大きな契機となる闘争だった。しかし、いろんな偶然が重なって、官政党を選挙できたことが、やがて裏目に出てくる。 自信を持ちすぎた人たちは、武力の上に、政治力もという発想ができなかった。その結果、国の猛烈な巻き返しにさらされることになると、総括している。過激派対策で封印された、成田区構内のマンホール。奥には、非常時に閉鎖できるゲートが設けられている。ありがとうございます。